こんばんは平井弘明ですいつもですねワンナップゴルフをご視聴いただきありがとうございますワンナップゴルフ始めて2年経ちましたねワンナップゴルフ以前にも他のゴルフ場とかでレッスンをたまにやらせていただいてたんですけどもまあ、ワンナップゴルフのレッスンが始まって1年か1年半ぐらいでここで思ったこと気づいたことっていうのをいろいろお話しさせていただきます平井弘明のワンナップゴルフ <laughs> 一番言いたいことっていうのはレッスンでナイスボールが打ててそれが継続できない方の特徴を言いたいっていうことでちょっとこの動画撮ってるんですけども継続力ですねまずそのレッスンしてる時にはもうずっと僕もつきっきりで見てたりあとまあ注意する点なんかもご本人も僕本人がいるんで気をつけてやっていただいてるっていうのはあると思うんですけども。 お一人になった時に、例えばできなくなって、また一ヶ月後とかにレッスン来て戻っちゃいました。あと、言った内容を忘れちゃいましたっていう方ももちろんいるんですけども、内容は覚えてて、それがこう成果に結びつかないっていうのは、やっぱこう継続する力というか、時間がちょっと足りないかなと思うんですよ。定期的に来られてる方なんかは、毎回そのスイング始めまして状態なんですよね。前回やったのが、 こう半分以下になっちゃってるんですよ出来度合いがそれだとまあ、もちろんもったいないですしせっかくあれだけ板い,い球打っててたのにっていう気持ちにもご本人になると思うんですよ強い意識を持って課題に取り組むってことをもう一度やっていただいた方がいいですで、本当に少しでもナイスショットを優先しちゃうとその自分に対しての今新しい違和感のあるスイングっていうのはできなくなっちゃうので 違和感があればあるほど新しい動きに近づいてるっていうような意識を持っていただいた方がいいですねそれってすごく気持ち的に不安があったり思い切りが必要なんですけどもやっぱり変わるためにレッスンに来ていただいて練習をされていると思うのでちょっと大げさにやっていただいた方がいいですよねまあ動きの中のことっていうのは自分の動きたいように動いちゃう場合がやっぱ多いんで なかなか難しい部分はもちろんあるんですけどもまあ、せめてアドレスだったりボールの位置だったりっていうのは止まってる状態のことなのでもうよりきっちり課題に沿って取っていただいた方がいいと思いますねはじめはさ変えたら違和感あるじゃん、うん、だから違和感ありながらやっていって、うん、違和感がないとそれをやってない、うん、元に戻ってる感じがするからって言ってさ、うん、違和感があるぐらいまで、うん、その 言われたやり方をやり続けてったら、うん、慣れてくるとさ、うん、それが普通になってくるんだよそれでも違和感あるぐらいやらないとってやると、うん、こ今度やりすぎの方になってっちゃうってことはないうーんとねなくはないのあるのあるんだけどその度合いがねレッスンに来た状態でも変わって例えば僕に習うのがレッスン初めての方っているんだよねもちろんそういう方は 今までああやれこうやれってあんまり言われてない方じゃないもちろんそういう場合って課題を与えた時に完成してても違和感って残る方が多いの自分の動きじゃないそもそものね方もいるんだけどしょっちゅうスイング変えてる人って違和感ですぐなくなくるのよそういうのももちろんあるんだけどあまりにも今までの動きと真逆だったり。 そういう時ってだいたい違和感取れんのって3か月から半年ぐらいそれまでに取れちゃった場合は戻ってるからあそうなんすかうんそんなに早くは取れないからあそんな簡単に違和じゃなくなんないわけなくなんないなんやりすぎなくらいっつったら変なんだけど違和感あるぐらい言われたことはやっていいわけやっていい生徒さんを例に出して申し訳ないんですけど今日のレッスンの方もフォローがインサイドに入っちゃうのね 遠回りしてヘッドだけね、外にこうやってボールの外側をこうやってヘッドを通過させてくださいって言って、それを言ってからね、100球から150球ぐらい打っていただいたんだけど、うん、外を通過したのって、1、2球しかないの。外を打とうとしてるのそう。えー、全部ボールの内側をヘッドが通過するのね。うん、ただその、ボールの外側を通った時って、恐ろしい球が出るわけよ。それは本人もわかってんの。 打った瞬間にびっくりしてるからたまたまそれ一発外側通った時の動画を撮ってたのスイング動画をでもそれでオンプレーンなの外じゃないの本当は。はそういうそ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 うもうこうやってやってんだってイメージは意識はだけど綺麗なのもう動画はさもうどうしようもできないじゃんできないそれをもう見せたのそしたら 全これで外じゃないんですねってやっぱ <laughs> まあその通りの答えが来るんだけど俺多分ワンナップゴルフで初めて言うかもしれないんだけどボールの位置をちょっとずらしたの <laughs> 違うえ <laughs> 毎回毎回か、うん、毎回そっかボールの位置がね1 5ンチぐらい近かったのもう1 5ンチってじ<え>事件とかじゃないから違う競技そう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 ゴルフじゃなかった <laughs> そうだねうんでゴルフをしてもらったの、うん、したら当たるのよ ゴルフだから <laughs> 本気でやばかったからえでも珍しいじゃんボールの位置以外に外側を振れっていうアドバイス <laughs> 何ですかその珍しいって <laughs> い、ね、そうねそうですねボールの位置以外のアドバイスそう、うん、す,するんだうん。球 <laughs> <laughs> にしますできるんだ <laughs> <laughs> 言ってる言ってる <laughs> そうそうそうそれでまず一番大きく変わったところは球筋ね それは飛距離も含めて球筋変わったら全てなんだろうけども、うん、まず飛距離が全然違うワンクラブちょっと伸びちゃったね、えー、伸びたっていうか適正になったというかどまあどっちでもいいんだけどとにかく今の飛距離から伸びた、うん、球筋がドスライスからほぼストレートかちょっとドローめになったのその方もドローなんか打てると思ってませんでしたって言ったのドローを打つんだったらドローを打つ動きにしますけど、うん 今はストレートボールの基本の動きでそのまっすぐな一番飛距離が出る打ち方をやっていただいてますよって言ってアドレスがさもうこうやってやってるんですっていうぐらい遠いんだって <laughs> で写真見したのうもうめっちゃくちゃ綺麗って自分で自分のアドレスを言ってるからね。こうはなってなななななっっっててていいい もう自分ではね。もう恐ろしいぐらい。ありえないぐらい遠いんだって。やっぱりまあ、そうだよね。15センチだからそうだね。そう。23センチでやばいから遠いよね。遠い15センチってもう本当に違う。競技だよ。本当構え方が全然違うからあれじゃない。アドレスした時、絶対届かないって思うんじゃない。そうだから、そこでまた飛来のヘリク屈が出て、うん、アドレスでこうやってヘッドが届いてるから絶対届きます。よっていうちょっと安心させる言葉をかけてあげると楽に振るわけ。 そそれでなおかつつ外側を打つそうだからこうやってなってるイメージだったら余計外側通しやすくないですかっつったの、うん、あそうですね」っつって「うん、そのイメージでいいですよ」ってやったら、うんうん、やっぱりねそれなりにすげえ玉まってんだよね。<laughs> えー、そうだからそれはもちろんほんの一例なんだけどもちろん全てがねそんなうまくいくわけじゃないんだけどもだそういうふうにこう大げさに自分で感じられる。 新たなアドレスを取るってことが大事でそれを何日続けられるかあじゃあその方は近いんだ近い届かないよって思わなくなったら近く立っちゃってるかそう,そう詰まっちゃうで最初ねウエッジを58度打ってもらったんだけど58度で現時点でフルショットって何ヤードですかって聞いたのそしたら70ヤードぐらいです俺が見る感じ 背格好からすると80ヤードぐらいは全然いきますよって言ったんだけどいやそんな絶対行かないですってわけよで結果的に80ヤードから85ヤードぐらい行ってんだけどアプローチで十15ヤード20ヤードぐらい打つ構えであの70ヤード打とうとしてんのだから詰まるじゃんインパクト詰まりうんそれを解消してあげたでウエッジでこんなん立っていいんですかって言ってパシャってしたら 全然違います、ね。<laughs> それはそうよね。そうだからとにかくボールの位置がずれてる方がやっぱ多い。自分のスイングに対してずれてる方ね。うん、だから平井のポジションに置いてるわけじゃないから。そう、はいはい、そう。その位置だったら僕も当たんないなっていう位置に置いてあるし、うん、新たな位置に移動しても僕はでもその位置には置かないですけどねっていう位置に置いてあるのね。 そ,のそうその方にぴったりの位置だからドライバーなんてその方は親指の前に置いてあるの左の、うんうん、それでスライスが止まんないって言ってるで引っ掛けも出るって言ってる、うん、それが正解ですって <laughs>、うん、そのポジションだから中に入れてあげないといけないですって、うん、相当ずれてたねでも今の話聞いて思ったけど、うん、分かんないよね自分じゃうん分かんないんじゃないだってほら人によって違うっていうじゃんうんうん、うん、そう決まりがないからね そうだよねそうから絶対 YouTube じゃ言えないから言えないというか分かんないから、ね、分かんない,、ね、分かんない例えばコメントとかでもスイング乗ってるわけじゃないしそうでとにかく画面通したら分かんないからああそれはもう生じゃないと分かんないそう平面だからねだからちょっとでもずれたらボールの位置が見え方がずれるじゃないそうだねそうそのちょっとの位置が重要なのに動画だったら分かんないか分かんない、ね、そうもうぼやっとしかまた行列だ <laughs> だからその右手左手とかっていうやっぱ動画とかもあるじゃない、うん、うちでも出してるじゃない、うん、それってほんと最終段階に近いからそのボールの位置が合ってなくて右手左手は言えないからそう,だ、ね、そ,うそんなのはもうほんと最終論最終段階だよね。 スイングじゃないんだねって言うじゃんそのボールの位置とさうん、うん、クラブでさ、うん、決まってんじゃん、うん、俺それ確定的なことを今日証明自分で証明して自分で満足したこと言っていい <laughs>、うん、俺今日左打ちしたの左のクラブで、うんうん、1>, 1球目から内緒って打ったのえしかも9番で1 3 5号ぐらい飛んだわけよ左でね、うん、で打った感覚はもう,もう1万パーセント後ろ手だった左手で打ったあそうあ ここがビーンっってなったからこここからこうやって力入れてんのも分かったしその力をここでビーンってなったのも分かった、うんうん、分かったし左のスイングなんて研究したことも考えたこともないのに結局そのボールへのコンタクトの理論は知ってるじゃん自分でこうそれで当たったからねだからスイングじゃないなと思ったドライバーなんて普通に235とかいったからねマジあだからスイングじゃないなと思った <laughs> 本当に。 どうボールにヒットさせるかだけだなと思ったんっか左で打ったら動画ないんだもんねそう見たいの左の左のクラブ借りるかな右と多分多分スイングは違うと思うんだけどねもう一緒じゃないよねそれなんかは違うよねでも今だったら自信ある崩れる前にだからボールの位置とさ合ってるクラブ2つだけだよねそれがなかったらスイングどうのって いかないかい,いかないいかない,い,かない本当にスイングって最終段階だからってことはの動画ほうん意味ないと思うねそこまでいってる方がどれぐらいいるかだよねでインパクトにクラブがジャストで戻ってきてない要は戻る戻んないはまあいいとしてま、うん、っすぐ当たるアングルで戻ってきてなかったら全て当てはまんないから戻すって理論で戻すわけじゃないからうん、うん だから理論を入れた時点で戻すことがさらに遠のくっていうどうすれば戻るかって多分ゴルフやったことない方でも多分分かることそれが動きと遠心力とかね加わったときにやっぱり戻せなくなるってことは戻せなくなる動きが入ってるっていうことが理解できてるだけで良くなると思うんだよね今日の方も、ね、肘に悩んでた仲間打ちでゴルフ行ってドローを打たなきゃいけないドローを打て ってて言われて後ろ向いたままインサイドからこう右ひじをこうやってつけたままこうやって打てって言われたんだって言われててそれをずっとやってたらもう面白くなくなっちゃうぐらい当たんなかったってチョロも出るしスライスもプッシュアウトも出るしそういうことをやめてからやっぱ当たるようになったって言っててでそのやめたタイミングやめようとした時に。 続けようか迷ってた時に、うん、ワンナップゴルフをたまたま見てくださって、うん、あこんなこと言う人いるんだと思ったんだってでその方が見た動画っていうのはアウトサイドイドンでいいいじじゃゃないってあるじゃんそうあれ,いいあ,あれを見ていただいたんだって、うん、でもう考え方が変わったんだってそういう方もやっぱりいらっしゃってこうしなきゃいけないって言われちゃうとやっぱりねそれを一生懸命やって ちゃうじゃないやっぱりもちろん自分にそれが合ってないと難しくなっちゃう可能性があるからクラブの使い方だからそ,その方なんて教わったのがクラブをね遠くに振ろうとしてる人なんて上手い人でいないよって言われたんだって、うん、体から遠くにねみんなこうやって近くにやるっつうんだって、うん、で近くにやるのは腕だけでクラブは遠いですよさクラブヘッドは。だだってアドレスの距離があるんだから、うん 本当に全部近くしたらさボールの手前を打って空振りするじゃないヘッドとこう腕をこうやって近くにしろって言われたんだってだからどん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 アンドレスが近くなっちゃってどん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 飛ばないそれでドローを打てって言われたんだからそれは難しくなっちゃうねだから本当にあの自分のやろうとしてることが続けその方もねそうやって続けられるんだったらうまくどんどん上達はするんだろうけどその言ってることに対して 不信感が出たらやっぱり続けられないじゃない、うん、だからその全ての理論が合ってると思って自分がどれを信じられるかっていうことをやっぱり考えた方がいいよねそう本当にだからね全てワンナップゴルフが正しいわけじゃなくてどの理論だっていいんだけども最低条件は全部クリアできできてますかってことだよねそういうことを含めて基本ができてきて初めて じゃあそれ以上上に行きたいときはそれにふさわしい理論を自分で取り入れなきゃいけないっていうこうやってやれって言われたら全部入れたらねもうとんでもないことになっちゃうんでだからこう最低でも週2日ぐらい練習に行く方だったらやってることを大げさに半年以上は続けた方がいいね。でまず完成した状態の結果を答えを出さないとやめるやめないにね,ね 判断にならないらいからちゃんととそれだだけけをやり続けることが大事だよねレッスンしててもでももうもたまに「こうやってくださいね」って言ったら「じゃあこれはどうなんですかこれはどうなんですか」って今そこは言ってないだからどん,どん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 自分の考えだけ進んじゃってやってる行動はそのまま置きっぱなしにしてる方がやっぱりいるからそれだとなかなか上達ってできないよねそうするとちゃんとその直したい部分だけに集中できないからそれはだから。 スイング改造としてはもう良くないよねだからその継続することっていうのを課題として、まあ、内容をどこまで継続できるかっていうのをもう一度あの確認してですね練習に取り組んでいただけたらと思いますので今回はですね課題をどれだけ継続できるかで上達が変わりますよっていう動画を撮ってきました気に入っていただけたらチャンネル登録とグッドボタンの方よろしくお願いいたします最後までご視聴ありがとうございました この度ワンナップゴルフのオンラインサロンを始めましたセクシーショットありのマル秘映像ばっかりでございますのでぜひ興味ある方は入会していただいてですね知ってるあれっていうネタをですねコンペとかで言っていただければと思いますのでぜひご入会よろしくお願いいたします